はい、おはようございます。特化塾の久保でございます。まあお預かりした天からね授かった私の大和くんなんですけども、退院した時はね、出産した時は退院じゃないや、出産ですね。生まれてきた時は 20mg ぐらいしかね、ミルク飲まなかったんですけど、今日から100を突破したということで、成長目まぐるしいなというところでございます。と同時にですね、やっぱり時間を問わずに、泣き声っていうのはやっぱりね、賑やかに聞こえてきますんで、私の放送中にもそれが混入する可能性がありますんで、温かく見守っていただければと思います。私はですね、やっぱあえてそういう背景もオミットせずに、あ、声が聞こえてるなっていうふうなことをね、感じていただくためにも、編集せずにそのまま、お答えというかお届けしようかと思っております。で、今日の話題なんですけども、ただでやってよ問題ですよね。これについてちょっと私なりの見解をお伝えしようと思います。まあ、クリエイターさんですとかね、ライターさんですとか、イラストレーターさんですとか、編集をされる方とかね、こういった方、デジタル編集をされる方によく起きる問題なんですけども、このぐらいタダでやってよ、みたいなことをね、頼まれることがあると思います。特に、友達なんだから負けてよね、みたいなこと、皆さんも聞いたことないですか？もしくは、自分が言ったりもしてませんか？友達がお店をオープンした時に、友達価格でお願いね、みたいなね。これが何を意味するかっていうと、友達の利益を大きく毀損するね、要するに損させる行為であることに気づいてる人はあんまりいないんじゃないかなと思うんですよ。むしろですね、友達がお店オープンしたら3割増しぐらいで払うとかね、祝儀を持っていくことぐらいでちょうどいいのかなと思います。それがだから友人を応援することだと思うんですよ。でもね、その友人のお店のオープンにもしかして友達だから負けてよねってことを言い出す人がいるとしたら、その人は友達を安く見てるってことだと思います。これと似たようにですね、あるクリエイターさんがお客様とかファンの方にタダでやってよねって依頼されるってことは安く見られてるってことだと思うんで、ちょっと自分の力を上げていくか、もう一つの方法としては、きちんと自分の価値を評価してくれる人とのマーケット、そことの付き合いを続けていくことかなと思うんですよね。で、私の例で申しますと、青森にね、生産農家の方がいらっしゃって、とっても心を込めて手間をかけて、農産物を作ってらっしゃる方がいるんですよね。私はそういう方から高くても物を買いたいと思うわけなんですよ。そして、三重県の方には、まあ、バランスボールって言ってね、私がこれね、いつも座ってるんですけども、バランスボールの教室をやってる方がいらっしゃって、その方のところにはやっぱり私はね、距離とか費用とか関係なくやっぱり足を向けたいなと思うわけなんですよ。そういうふうな方と関わっていくと、お互いにとってもいい関係が築けると思いますけども、たまたま身近にいる人、たまたま友達の延長で見込み客にならないかなっていうふうなね、下心を持っていると、やっぱり魚心に水心ではないですけども、友達だから負けてよねとかね、友達からお金取るの、家族からお金取るの、みたいな発想になると思うんですよ。そうではないんですよ。いくら捧げても惜しくないって人とやっぱりお付き合いしていけば、やっぱりね、自分もそうですし、相手の方も喜ばれると思うんですよね。で、私はだから、三重のバランスボールのひろこさんとかね、ものすごくありがたい方だなと思いまして、やっぱり三重でバランスボールの即可塾オフ会をやりたいなと思って、それを実現させたら、やっぱり全国から人が集まっていただけて、まあ何がしかのね、恩返しができたかなっていうところもありますし、それからですね、青森の方にも、なんですか、生産農家の方がいらっしゃって、やっぱり苦しい時期っていうのはありますけども、私としてはね、近所のスーパーで買うのも大事なんですよ。そして地域の生産農家を探すのも大事なんですけども、この Facebook を通じて知り合った心を込めた発信をしてらっしゃる、ちょっとね、厳しいけども本当のことを言ってくださる方も、そういう部分もあるんですよ。で、そういう方とやっぱり私はね、取引したいなと思います。その方のやっぱりお野菜っていうのは、市場価格から比べるとちょっと割高ではあるんですけども、でも、私とその方との関係としてはものすごくね、お安く有利な商品を届けていただいていると思ってますので、この価格がね、例えばね、3割増しになっても5割増しになっても、まあ倍になってもですね、変わらずお付き合いはしたいと思うんですよ。そういう方と一緒に、私はね、まあビジネスとか取引というかやっていきたいなと思うんですけども、いちいち値切ってくる方とかねなんかそういうのではないかなというところがあります。まあまだ、ただね、私も所得の低い時はとにかく安いものっていうふうに考えてました。それは自分の行動範囲が、まあ、限界値がねありますんでしょうがないですけども、まあ今ね、食費ですとか旅費ですとかっていうのにある程度余力が割けるようになってくると、いわゆるこう自分で心が選んだものと心で選んだ人と付き合っていきたいなって思いが高まっていったわけなんですよね。ということなんで、ただでやってよ問題、
これはですね、ただでやってよって言われてる人に囲まれているその自身の環境が作り出した問題なんではないかなと思うんですけども、皆さんいかがお考えでしょうか。はい、最後になりますけどね、コメントいただきましてありがとうございました。まさにですね、青森の生産農家のユミさんと、あと、三重のね、ひろこさんがコメントをくださいました。YouTube を見てらっしゃる方は何のことかわかんないと思いますけど、これ Facebook ライブなんでコメントがこう出るんですよね。非常に嬉しいコミュニケーションがこんな早朝から起きて嬉しいなと思います。そしてですね、重ねてになりますけども、今後私の放送には、乳幼児の声が入ることが多くなりますので、それはね、雑音が入ったと思わずにですね、私もこう育児とか子育てとか家族ってものをテーマにしてるっていう風なことで好意的に捉えていただくと嬉しいと思います。はい、本日は以上でございます。早朝から失礼しました。